シャキ生野菜酢豚です。今回の料理のツボは爽やかな酢豚にすべしです。はい、今日の酢豚は生野菜を絡めるだけではなく酢豚の方にも一工夫してですね、はい、爽やかな酢豚に仕上げますので、ね、よろしくお願いします。はい、では笠原さんお願いします。まず豚肉の下準備ですね。これ豚肉に下味つけていきますね。これ豚の肩ロース肉、はい、一口大に切ってありますね、はい、下味まず醤油、みりん、これおろし醤油ですね。おろし醤油、はい、これをこう揉み込んでいきますね、うん。もうお肉だけじゃあ酢豚にして野菜普通に一緒に炒めないってことですね。そうなんですよ、ちょっと新感覚ですね。はい、でこれを10分ほど置いて味をなじませていきますね。はい、今日はすいません、時間がないので差し替えます。いや、いつものことなんです、差し替えます。はい、差し替えましたよ。はい、10分ほど置きましたね、はい、では片栗粉をつけて揚げていきたいと思います、はい。まあ、このちょっと汁気はね切っていただいて、なるほど、はい、で片栗粉まぶしてあげていきます。もう片栗粉をつけてあげてもうこれだけでもうまいですよね。もうめんどくさかったらそれで食べていただいても ね美味しい唐揚げでおしまいですね。唐揚げですよね、はい、いい唐揚げ、はい、まあ、結構ねこう粉はたっぷりつけた方が美味しいと思いますので、ね、しっかりつけて170度の油で 3,4、はい、分揚げていきたいと思います。3,4 分、はい、酢豚いいな、好きですね。美味しいですよね。美味しい、よいしょ。はい、じゃあこんな感じで揚げていきますね、はい。そうしましたらその間に今度は野菜に味をつけていきたいと思いますね、うん。今日はですねこれ全部あの5ミリ角ぐらいのみじん切りにしてありますけれども、はい、パプリカ、きゅうり、玉ねぎ使いますね、はい。これもあのお好みでセロリとかみょうがとか、はい、そんなの入れても美味しいと思います。きゅうりって酢豚に珍しい、これ珍しいですね。でね今回はね火を通さないでこのまま味付けしていきたいと思いますね、はい。玉ねぎとそうなんです、はい、それが笠原の極み、うん。野菜は生で食感を楽しむべし。それで味付けしていきますね。刻んだお野菜にごま油、うん、でお塩ですね、はい、まあ、2つまみぐらいと黒胡椒、黒胡椒、はい、でこれも混ぜるだけなんですね、これも食感と風味を今日は、ね、味わっていただきたい、まあ、今まで食べたことない新感覚の酢豚になると思いますね、はい、もう混ぜるだけで結構です、はい。さあこの後はあるもので甘酸っぱさをプラスする絶品ダレをご紹介します、さあ今日はシャキシャキ生野菜酢豚を作っていただいています、うん、はい。肉の方いかがでしょうか。はい、いい感じですね。まあ、170度で今 3,4 分揚げましたね、はい、うん。じゃあこれバットに揚げておきます。あー、いい香り。そうですね、あらー美味しそう、はい。じゃあちょっとバットに揚げておいておきます、はいはい。そしたら続いて豚肉を絡めるタレを作っていきたいと思いますね、はい、タレ、はい。じゃあもうね、もう合わせてあったんですけれども、はい、これフライパンに入れますけど、水とお酢、お酒、お醤油、お砂糖も入っておりますね、うん、はい、さあではここで設楽さんに問題です、はい、ここにあるものを加えて甘酸っぱさをプラスします。それは一体何でしょう。やっぱ酢豚といえばパイナップルだけど入ってる感じなかったんで、パイナップルジュースじゃないですか。ナップルジュース、ええ、違ったなこれ。反応が全然ない。正解はこちらのマーマレードです。マーマレード、そうなんです、それが笠原の極み。そうですね、割とマーマレードで爽やかな甘みをプラスすべし。もうちょっとリアクション取ってもいいんじゃないかって声が、ね、そうですね、近い、結構近くない。すみませんでした、ちょっと惜しかったような感じ。本当パイナップル入れたかったんですけど、果物で言うとリンゴさんがうるさいんでやめようと思ったら今日いなかったですね。夏休みね、まあ、それを今ずっと考えてたらですね、パイナップルで良かったなと思ったら、ね、リアクションが薄くなってしまいました、マーマレード入れます、はい。このねマーマレードのフルーティーな味がこの湯気の酢だからクラッてなるので、ね、気をつけてください、ね、これずっといると危険ですのでね、ちょっとこれぐらい離れた方がいい。なるほど、これを入れるの、このね酸っぱすぎず甘すぎず、ね、なるほど、ちょっとマーマレードのねこのほろ苦い感じがまたいい塩梅なんですね、はい。じゃあもう煮立ったらとろみをつけちゃいます、ね。ここでもうとろみつけちゃう、はい。あとはねマーマレードもしたかったらあんずのジャムとかブルーベリージャムとか、そんなでも面白いですね。ブルーベリーでもいいですか。はい、じゃあとろみつけます。高橋さんもお料理はやられますか。すごい作ります。あ、作ります。ただ酢豚ってちょっと工程が多くて、酢豚ってなかなかね、そうですね、家でってね、なかなかやらないですね。じゃあぜひこれやってみてください。はい、さあもうこれ豚肉入れても絡めますね。あー、もう酢豚だ。もう全体にね絡めれば大丈夫ですね、はい。この時も思いっきりギュンってやるとペチャペチャなやつがベチョッとくると危ないやけどしますからね、はい、はい。あー、もうこれでいいですよ。美味しそう、盛り付けましょう。うわー、そしたらもう野菜敷いておきましたね、さっき敷いてあった器の上に。今
今日は彩りもいい野菜には、だから一切火を通してないんですね。はい、野菜を絡めて食べていただくと、もう本当にね、新感覚の。これ今日激アツじゃないですか、ね、そうですね。もうあの なんでだろうってぐらい暑いですよ、これは。節とも注意してくれたから。相当暑いです、ね、よろしくお願いします、さあこれでシャキシャキ生野菜酢豚の完成です。やったー、いただきます。はい、ではお持ちください、はい。うわー、いい香り、はい、ぜひ野菜たっぷり絡めて、なるほど、野菜と一緒に。いただきます。はい、どうぞお召し上がりください。いただきます。めちゃくちゃうまいんじゃん。いや、これは熱いので ね、気をつけてください。いただきます。あかっ熱いですよ。あー、おいしい。野菜も、はい、一緒に野菜をね。うん、おいしい、おいしい。玉ねぎ生なのいいですよね。どうですか、せいじさん。シャキシャキ、新感覚ですよ、本当に。きゅうりもいい、さっぱりしてるので夏にいいですよね。甘酸っぱさすごいですね、マーマレードが。あー、そっか、はい、効いてんだ。おいしい、これおいしい。ありがとうございます。これはいいですね。ご飯も進みますよね、皆さんもぜひ作ってみてください。笠原さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。うまい。さて、今日ご紹介した料理の詳しい作り方はエッセ9月号の150ページに掲載しています。